私の制服に。の人が少なくなるのを待ってたんだよ。浩平君も今から帰るの？帰るところなのかな。
一人芝居みたいだよ。もしかしてこの子喋れないんじゃないかな。私でも言えないよ。うん、私も驚いたよ。紹介もできないね。よろしくね、ミオちゃん。ミオちゃん、1年生？そうなんだ。私は3年生だよ。家に帰らないといけないんだよ。ごめんね、ミオちゃん。それならこれで解散だね。